サンクリストバル島地形図サンクリストバル島は、ガラパゴス諸島の東端にある島で、地質学的に最も古い島の一つである。島のスペイン5名、サンクリストバルは、船乗りの守護聖人である聖クリストフォルスより、名付けられている。英語を話す人たちはさらに、初代チャタム伯爵のウィリアム・ピットに由来する、チャタム島という伝統的英語名を優先して、使用している。 サンクリストバル島は三つないし四つの複合する火山からなり、それらすべての活動は停止している。1835年に訪れたチャールズ・ダーウィンが最初に上陸した島であり、また、群島の最も古い入植の地の起点でもある。島のエルフンコと呼ばれる湖は、群島において唯一の淡水の供給源であり、淡水を利用できることが、 サンクリストバル島の早期入植につながった。1880年にはサンクリストバル島に流刑地がエクアドル本土からの囚人のために構築された。その後、ここはエクアドルの基地に代わり、砂糖、コーヒー、キャッサバ、牛、魚類、ライムなど島の産物の輸送センターである現在のプエルトバケリソモレノとなった。サンクリストバル島は 558平方キロメートルの面積があり、最高点は標高730メートルとなる。群島の内サンタクルス島に次いで人口が多く、2010年における島内の居住人口は7330人であった。サンクリストバル島の住民の大部分は、ガラパゴス県の県都であるプエルト・バケリソ・モレノの港町に住み、政府、観光、漁業により生活している。 この群島の中心地の一つであるプエルトバ・ケリソ、モレノは島の南西端に位置する。二つの航空会社がエクアドルのグアヤキルからサンクリストバル空港に直接運航しており、人からの便は乗客のためにグアヤキルを経由する。エルフンコ。ガラパゴス諸島最大の淡水湖群島の中で最大の淡水湖であるエルフンコは、 島の南半端にあるサンクリストバル島の高地、標高およそ700メートルの噴火口に位置している。その火山湖に至るには、短い土板を要する。湖は、野鳥の大きな生息域であり、軍艦ドリルイが、湖の上を飛行し、固有種であるサンクリストバルマネシツグミも見られる。近くにある、ラガラパグエラは、ゾウガメの育種場及び、保護区域である。 プエルト・バケリソ・モレノの町の近い島の観光地域としてのセロ・ティヘレタスには軍艦ドリルイの集団映像置及びチャールズ・ダーウィンの像があり1835年9月16日にビーグル号の航海でガラパゴス諸島に初めて上陸した場所を示している。ガラパゴスアシカの繁殖地であるラ・ロベリアは町からバスで約10分のところにある。 キッカーロック地元のボートツアーでは、訪問者をダイビングスポット近くのよく知られる2カ所に案内する。サンクリストバル島の北西に位置するキッカーロックは、2つに割れた溶岩球の残存部を示している。また、イスラロボスは、青足カツ踊りの映像地である。この島には、軍艦踊類、青足かつ踊りよび赤足カツ踊り、赤橋熱帯町、赤メカモメ。 ガラパゴスゾウガメ、ウミイグアナ、ガラパゴスアシカ、それにイルカなどが生息している。植物では、スベリヒユカのカランドレニアゴラッポゴザ、キクカのレッカカアーペスダーウィニー、およびリグナムバイタやマタザーノなどの木が分布する。付近の海域には、サメ、エイ、ロブスターが生息する。サンクリストバル島の西側。ありがとうございます。